武蔵高等学校、旧制武蔵高等学校は、1921年、大正10年12月、東京府北豊島郡中心、井村、現在の東京都練馬区豊玉上に設立された、私立の旧制7年生高等学校ある。略称は、武だ高。旧制武蔵高等学校の設立に際し、重要な背景となったのは、 大正期の日本で進められた高等教育の学生改革である。1917年、政府の諮問機関として設置された臨時教育会議により、官立、国立のみならず、公立、私立の高等学校、旧制の設立を認める方針が確認され、さらに1918年の改正高等学校例によって、従来修行年限3年であった。 高等会コール大学予科のみの高等学校に加え、旧正中学校に相当する尋常化4年を加えた、修行年限7年の高等学校の設立が認められた。そして第一次世界大戦後、現内閣の中橋徳五郎文章の下、これらの方針に基づく高等教育拡充計画が進められていた。こうした状況と、並行し、東武鉄道社長で、 公衆財閥総帥として知られる実業家の初代根塚一郎は育営事業に資材を投じる決意を固め、信仰のあった宮島聖二郎、後代四代根塚会理事長、正田定一郎、同じく同会理事にこの計画を相談した。さらに彼はフランスの理性やドイツのギムナジウムのような社会の中核となる人材を育てることを眼目と、 鶴ルの創設を構想していた、本間の利リタ大分県産時間の助言を受け、また、臨時教育会に総裁であった、平田東介からは、同会以内の改革促進派と目されていた、一木,木徳郎、岡田良平、山川二郎、北条時吉の4名を、根津の顧問役として推薦された。各して、根津、本間、平田及び4人の顧問たちとの間で、 事業の中核として設立されるべき学校の構想について協議が重ねられ、その結果、1919年末には優秀なる小学校卒業者を入学せしめ、これに理想的の教育を接種完全なる育成を期するを目的とため菅子にでき得る限、理長期に渡る理定在学セシムルを必要とす、一期という観点から7年生高等学校の創立が決定され、 1921年5月にこの構想が公表された。同年9月には学校の経営母体として財団法人ネズイク英会、現学校法人ネズイク英会像学園の設立が認可された。ネズイク英会は学校設立当初、文部省に東京高等学校の名称で設立申請をした。 学校の設立認可は1921年12月に、折田がその過程で、文部省から同盟の管理ツ年制高等学校の設立、同11月が予定されているため、東京の名を譲ってほしい旨の申し入れがあり、検討の結果所在地の旧国名を冠した武蔵高等学校とした。この際、武蔵の公名には、単に旧国名のみならず、古事記、 日本初期等の言われによるものでもあり、当時の記録によれば、新たな校名に、部、州部、部を治める分、部を治め分を、高市部という平和主義を託した、創立時の人々の思いが反映されている。武蔵高校は、日本における私立、7年生の旧制高等学校の先駆けであり、武蔵高校の設立を皮切りに、校南、1923年、成形、成城。 1925年という私立高等学校、いずれも7年生の設立が続き、また1923年以降、富山、に庭、東京府立と、公立の7年生高等学校も続々と、設立された。翌1922年1月に制定された、校章は、記事が、武志高の2文字を抱くデザインになっており、新成高進行である、武蔵高等学校、 中学校に継承されている。1922年4月17日、尋常科79名の入学をもって開校した。武蔵高校は、尋常科からの7年間一貫教育を標榜したため、開校法順次学年が増え、4年後の1926年4月に、尋常科修了生の進学をも、文科、理科よりなる高等科が設置され、 高等科三年への進級により7学年が揃って完成するという方式を取った。その後も高等科からの入学は若干なの補欠入学者に限定されていた。また各40名にクラスの少数精鋭主義を取った。教員についても特に尋常化、高等科の教員を区別しておらず、生徒に対し早い時期から高度な知的刺激を与えるような教育が施行された。また、 リベラル派の内務官僚として知られていた、初代校長、一木,木徳郎は、語学教育を重視しており、彼が第1回入学式での式辞中、見学の理想として述べた、三理想、三大理想は、その後の修正を経て、東西文化融合の、我が民族使命を遂行し得べき人物を作ること、世界に誘非するに耐える人物を作ること、 自ら調べ自ら考える力を養うこととなり、以降長く、志高の教育理念として引き継がれた。しかし実際に、志高の教育方針策定に関わっていたのは、公職を兼任する市木校長が公務を一任していた、初代教頭の山本良吉である。山本は市木に続く、山川健次郎校長時代にも、教頭を務め、さらに山川退任後の、 第三大校長に承認するに至り、その間、武志高の実務全般を取り仕切ってその基礎固めに尽力した。彼のもとで英語の少人数教育をはじめとするスパルタ式教育が進められ、この結果、初年度入学者79名の多くが厳しい学科に耐えられず中途で脱落することとなり、7年後の1929年3月の第1回卒業生は38名に過ぎなかった。 しかしこのような教育により、生徒の学力水準は高く保たれ、東京定大への入学率、進学率が一高を上回ることもあった。また、下記の校外学習として、1922年より三条学校、1924年から海浜学校がそれぞれ戦時期の中断に至るまで、毎年行われた。第二次世界大戦後の混乱の中、 米軍を中心とする連合国軍の占領下で、学生改革の方針において、旧制高等学校の存続が危うくなっていることが判明すると、1946年第五大校長に就任した宮本脇吉は、根津育英会顧問となった、天野定優、旧制一高校長、安倍義成、学習委員長、和辻哲郎らと共に、1948年、 東京連合大学を強立する構想を明らかにした。これは、同じ私立旧成高等学校であった政型、正常学習院と共に4校で緩やかなカレッジ連合を形成するというものであったが、4校の間で調整が進まず、結局実現は見なかった。連合大学構想が挫折した結果、竹下高は単独で新成学校に移行することを強いられることとなり、 教授会は、整形、正常と同様に、新生中学、高校、大学に移行し、大学に分離学部を設置するという案を出したが、宮島誠二郎を中心とする理事会は、新生大学設立に反対、あるいは消極的態度をとり、新生高校、中学への移行を主張した。議論は二点三点し、結局、不警会の指示もあって、新生大学、高校、 中学への移行を追求することとなったが、この際、教授会は、理事会の移行を考慮して、大学については、分離学部ではなく経済学部の設立を目指すこととなり、1949年4月には、経済学部経済学科のみからなる、新生武蔵大学が発足した。そして翌1950年3月、22期生の卒業式をもって、 旧制武蔵高校は開校以来28年に、渡って2000名余りの生徒を送り出した歴史に終止符を打った。新生以降後、戦術のような事情もあって、旧制武蔵高校の教員の多くは、他の旧制高校のように、申請大学ではなく、申請の武蔵中学校、高等学校において、教鞭を取ることとなった。また、同窓会も、 新生武蔵高校に継承されたため、旧生武蔵高校を継承する機関は、一般には、武蔵大学ではなく新生の武蔵高等学校、及び中学校であるとみなされている。旧生武功の理念として掲げられた、三理念は、新生の武蔵大学、高校、中学校に継承され、また、戦時期中断していた、三条学校、海浜学校も戦後は、武蔵高等学校、 中学校において、再開さ、現在も重要な行事として続けられるなど、旧正高校以来の教育が引き継がれている。また、旧正部校が開校した日付である4月17日は、新生武蔵校、中の創立記念日とされている。さらに、頓挫したものの戦後の連合大学構想によって、連携関係が生じた成城、成形、学習院の3大学との間で、 1950年以来、四大学運動競技大会が開催されるようになり、現在に至っている。設立時のコーチは、東京府北豊島郡中心井村大寺中荒井座、北荒井、現在の東京都練馬区豊玉上二2 6の一に所在し、根津育英会によって購入されたものである、江戸たコーチ。敷地内には、江戸時代から流れる千川上水から分流し、 中心以下はに合流する中、荒い分水が流れていた。この高地は廃止まで存続した。1922年の開校時に、本校舎はまだ建設されておらず、同年、尋常化寄宿舎、新独領が開設され、翌1923年に、本館、本校舎、1925年増築、1925年4月に、運動場が一応の完成を見た。 ついで1927年5月には、高等下記宿舎の総括ら、愛美の二両、同年6月から10月にかけて、剣道場、科学教育棟、生徒集会所、翌1928年4月の開校式までに、行動、佐藤孝一の設計による、屋内道場が竣工、落成するなど、次第に施設が整備された。その後も1928年12月に、 旧道場、1931年9月に、不景戒の寄贈によるプールが竣工、落成した。郊外施設としては、1928年7月、千葉県大吉町あざうば原に、柿海浜学校のための施設として、生原用、1937年7月には、山上学校のための施設として、長野県軽井沢町長崎に、青山が落成した。 1940年4月には、後期2600年記念による、学校三輪が埼玉県諸山町に造営された。第二次世界大戦中の戦災被害としては、1945年4月13日空襲により、新独寮、連神館、旧道場、木工金工室、不態道など、高知東側の木造施設等、約800坪を消失している。 現在、跡地には、新読料、積水園記念表、練習や片跡の日がそれぞれ設置されている。申請以降後、武校校地は、武蔵大学、武蔵高等学校、中学校の江戸タキャンパス、校地として継承されており、本館、本校舎、校道は、現在もそれぞれ、武蔵大学3号館を呼び大校道とし、使用されている。また、 石像の正門門柱も、旧西武校以来のもので1920年代の建設である。戦災を免れた高等化寄宿舎の総括羅寮、愛美寮は、新生武蔵中学校、高等学校の寮として使用されたが、1968年、閉鎖され、解体、1970年、二寮の跡地に、同校の単育館、プールが建設された。郊外施設である、 青山寮もまた戦後の中学校、高等学校で復活した、海浜学校、山上学校のための説として引き継がれ、長期間使用されたが、青山寮は1980年4月、赤城山大沼湖畔の赤城青山寮の落成をもって廃止され、うばらは1988年6月に改築された。なお、高知を横断して流れる中荒分水は、開校後、 運動場の整備に際して拡幅され、7つの橋が架けられた。1925年、川は、屈原、魚富士にちなんで、高川、すすぎ川と命名され、さらに1932年、創立10周年を記念して7橋に命名がなされ、玉の橋、欅橋、市の橋、入橋、出橋、十年橋、助の橋、各橋の近くに石碑が建立された。 新生以降後の1970年代には、千川浄水との連絡が絶たれたことから、水が淀み汚染が進んだが、1986年に完成した、蘇生工事により水の流れが復活し、現在に至っている。根塚一郎は、根津育英会の初代理事長として設立後も、学校経営に関わり続けた。1922年の第一回入学式での式辞で、 最初の尋常化生徒に対し、将来への期待と勉学の心構えについて語っている。また、開校後ほどない同年11月、通学生の最寄り駅として、現在の西武鉄道池袋線の前身である、武蔵野鉄道の停留場、現在のエゴ大機が、早々と開設されたのは、根津が武蔵野鉄道の株主であったことと関わりがあったと、言われる。彼はその後も、 岳志高に対して、資材を投じて、財政的支援を続け、1937年7月落成の青山寮の建設に際しては、軽井沢の私有を提供した。1936年、根津の基礎祝賀行事が、学校によって計画されると、根津はこれを誇示したが、府警会、同窓会が企画した、研究所の設立についてはこれを受け入れ、同年6月、根津の名を冠した。 研究所、ネズ科学研究所が寄贈されると、ネズは、直ちにこれを、武蔵高校に移管し、さらに運営費用を供出した、公室。その3年余りの地の1940年1月、ネズが外遊中に罹患した官房が悪化して、肺炎で休止すると、同月、築地本願寺で、学校葬が取り行われた。教育事業に対するネズの関与は、武士高に止まらず、 1924年設立の山梨高等工業学校、山梨大学工学部の前進校、同じく県立山梨女子師範学校、同教育人間科学部及び併設の県、山梨高等女学校、山梨県立山梨高等学校など、山梨県での学校に対しても敷地あるいは高地、購入資金を寄付している。 根津を記念する校内の施設としては、1936年3月の卒業式に際して除幕され、行動、現在の大行堂玄関に設置された大理石の創立者、根津王樹像や、同年、宅川の出橋、入端付近に設けられた木地島、さらに死後、2012年の武蔵学園創立90年記念事業の一環として造営され、 大公道正面玄関左側に設置された第一回入学式における今回一郎理事長祝辞記念碑などがある。山本良吉、1871年10月10日から1942年7月12日は、金沢の出身で号は、秋ら水である。第四高等中学校、後の旧正四校で、北条時吉教授に指示し、西田喜太郎。 鈴木大説らと交友関係を結ん。4日卒業の後、東京帝国大学文科大学、現在の東京大学大学院人文社会系、研究科、文学部哲学科の専科を修了した。京都婦人城中学、静岡県人城中学の教諭を経て1900年には、京都府立に中教諭、ついで京都。1908年には、京都帝大学生館。 翌1909年からは、旧制参校教授を兼任した。その後1918年、恩師である、北条時義に招聘され学習院教授。1922年、武蔵高等学校開校に際して、教授兼教頭に任じられ、市木木徳郎校長から、公務の全権を委任された。同年、市木が、第一回入学式の式辞として述べた、三理想は、 山本の発案によるのであり、一木との協議の上式辞に採用され、山本の下で、武志高の教育理念となった。武蔵高校は、日本のイートン、オックスフォード、ケンブリッジ足らねばならぬという強固な心を持っていた。山本は、独特の厳格な、スパルタ的教育理念に基づき、第二代の山川健次郎校長の下で教頭に、留任、ついで第三代校長に任じられ、 開校以来、約20年にわたって、竹士高教育の確立にめた。1942年、校長在任中に死去。創立者である、初代理事長の根津と並び、教育者として、旧正武蔵高校を代表する人物である。著書も多く、中東教養、国民の教養など27点に上る。根津科学研究所は、1936年6月15日。 創立者である、根塚一郎の記事の祝願行事の一環として、府警会、同窓会から社恩として寄贈され、武蔵高校の付属施設として校内に設置されたもの、ある。この際、根津は運営費として2万円を寄付し、初代所長には、玉虫文一教授、科学が就任した。戦前の学生で、旧制高校において、特定領域の付属研究所を設置した例は、 ほとんどなく、この研究所は数少ない例外の一つであり、第二次世界大戦中から戦後初期にかけて、玉虫所長を中心に、コロイド科学を中心とした物理科学の基礎研究が行われた。戦後、玉虫が旧制第一高校に転じ、学生改革により、申請に移行すると所長は、武蔵大学学長、武蔵学園長が兼するようになり、 同大学や武蔵高等学校、中学校の科学担当教員が書院を検討し、現在に至っている。また、玉虫の研究室は、当時の実験器具、蔵書とともに、歴史的遺産として保存されている。旧制武蔵高等学校の資料は、経営母体であった財団法人、根津育英会を継承する、学校法人、根津育英会武蔵学園のアーカイブス。 武蔵学園記念室によって収集、整理、保管が進められ展示公開が行われている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。